私は好きだけどな、メダキュウ。いいえ、無理です。ヌルヌルすぎます。でも悪い子じゃないんだぜ。分かってはいるんですが、ダメです。あのヌルヌルだけは。そっか、メダキュウは仲良くしたがってるんだけどな。今日もメアがうちに泊まりに来てる。この前屋上であんなことがあった後だから、俺はちょっと気まずいんだけど。あ、先輩はどう思う？メダキュウのこと好き？俺はそうだな、ナナの友達なんだし別に嫌いじゃないな。うん、だよね、さすが先輩。だからね、闇お姉ちゃんも仲良くなろうよ。しかしぬるぬるは。じゃあ闇お姉ちゃん、私と一緒にぬるぬるして遊ぶ？そうしたらぬるぬるも好きになれるんじゃないかな。心遣いは嬉しいですが遠慮しておきます。普通に話しかけてくるし、メアはいつも通りみたいだな。気まずく思ってるのは俺だけか。先輩、難しい顔してどうしたの？何か悩み事があるなら聞いてあげるよ。いや大丈夫だよ。やっぱり俺が気にしすぎなのかな。メアは今頃ヤミとナナと一緒にセリーヌを風呂に入れてくれてる頃だな。最近メアのことばっかり考えてる気がする。セリーヌの声。おい、何かあったのか？セリーヌ、どうした？どっかぶつけたのか？この反応、そうか、お湯がちょっと熱かったのか。怪我とかじゃなくて安心した。じゃあちょっと水を足してぬるめてやるよ。ほら、風呂場に戻ろ。よし、セリーヌ、もう一回温まろうな。事故でなければ切り捨てていました。そうだぞ、今回はセリーヌに免じて許すけど、次やったら本気で怒るからな。すみませんでした。あー、セリーヌちゃん上手。張本人はもうケロッとしてゲームか。
子供は切り替え早いよな。切り替えが早いといえばメアもそうだよな。この前あんなに俺に迫ってきたのに、無駄だと分かるとさっさとやめて、次の日には何でもないみたいにケロッとしてるし。セリーヌちゃん、次は私にもやらせて。うんうん、ありがとうセリーヌちゃん。メアって子供っぽいだけなのかも。一つのことに執着したり、少しでも詰まると強引な手を使ったり、子供ってそうだもんな。あれ、メアが何を考えてるかわからなくて悩んでたけど、もしかして実は子供っぽいだけ？そう考えると今までのことが全部納得いく気がする。なんだ、そうだったのか。ん？どうしたの先輩？もしかしてさっきのお風呂の光景でも思い出してた？ゆっくりと。あなたは本当に懲りない人ですね。今のはメアが勝手に。焦ってるリト先輩も素敵。勘弁してくれ。